1番6番2番ダッシュ3番4番5番の体型。スタートを切りました。このスタートは判定中、このスタートは判定中。お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。集団フライングが発生しました。集団フライングです。お手元投票券どうぞ大切にお持ちになっていてください。まもなくご案内いたします。第3レースは4艇のフライングです。1号艇鈴木、2号艇片橋、4号艇柴田、6号艇新見、1番2番4番6番この4艇がフライング変換決勝となっております。従いまして成立しない掛け引きがありますので、船券は最後まで大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。予選競争の第8レーススタートしました。4号艇石井亮、あっとこれは一式厳しいタイミングでしょうか。1号艇ブロック、3号艇まくり出してくる池田浩二、バックに入ったが1号艇振り切るか。なお残念ながらスタート問題がありました。4号艇残念ながら一式涼雅がフライング。4に関する投票権は全て返還されます。1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。3号3号艇安田、これはちょっと早いか。3号艇安田、ただいまスタート判定中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。ここでファンの皆様にお知らせです。このレースは3号艇安田後ろがフライング変換決勝です。従いまして7レースは3番に関係ある投票券すべてが変換です。お手持ちの投票券は確定まで大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。予選特賞第10レース、ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。お知らせいたします。6号艇重野谷圭介はフライングのため返還決勝、6番に関する投票券発売額と同額で返還いたします。どうぞ大切にお持ちください。